いや、そんなの許されねえよ。え？お前ただでさえ投稿が遅れてこの野郎って時になんで編集楽しようとしてんの？いやいや、楽しようとしてるわけではないんですよ。実は今日冒頭だけ完成してなかったから学校でやろうと思ってたんですけど、家にパソコン忘れました。うん、湧き上がる殺意なので編集できなかったんです。許してください。それならなんか面白いこと言って本編につなげてくれよ。いきなり無茶ぶりだな。おい、天井に腕をぶつけた。あー、ムカつく。11点で結構自信あったのに。嘘つまらないですよ。そんなんだからディスコでこのままじゃ登録者増えないとか飽きたとか言われるんだぞ。てか天井に腕ぶつけるって何？はい、ということで皆様こんにちは。担任の先生が実は東方ガチ勢だったことに驚愕してる人です。お、なんか久々の実況だな。久々すぎてこの動画の再生数千とかになりそうですね。やめて、割とありえそうな数値だからそれ。それで、これはいつもと違うゲームっぽいけどなんだこれ。100メートル走でボルトに勝つゲームか？それ東方の二次創作でやらなくていいだろ。これは追いかけっこ馬鑑っていうゲームで、ルールはゲーム見れば大体わかります。要はシンプルなルールってことですね。ざっくらいと。まあ早速始めていきましょう。あ、なんか実際はゲーム内に音声あったんですけど、なぜか音取れてなかったので BGM 流しておきます。使えねえな。そんなんだから通りすがりの小学生に不純物が喋ったって言われるんですよ。通りすがりに舌打ちされたことはあります。え、余計なことを喋ってたせいでこのゲームの説明が全くできてないんですが、どうしてくれるんですか。知らねえよ。ダメじゃねえ。あの、いい加減ゲームの説明してください。ほんとすみません。このゲームは画面上にいる昨夜を操作して前に走るフランを捕まえるゲームです。そこの人間止まりなさい。フランは吸血鬼ですけど、そしてフランにどれくらい近づいてるかはここのメーターで確認できますね。昨夜のマークがフランのところまで行けばいいんだな。ラッキーライト。ちなみに、時間切れになったらゲームオーバーです。なるほど。あ、ちなみにこのゲームを実況する上で一つ問題点があって、これずっと昨夜が跳ねてるだけなのでマジで喋ることないんですよ。脳を絞り上げてでもトークを繋げてください。でも自分には時を超える能力があるので大丈夫。カット編集のことタイムリープみたいに言うなよ。ということで雨の日も風の日も追いかけ続けなんとか追いつきました。ていうかこのゲームがどういうストーリーなのか説明してなかったけど、お風呂に入るのを嫌がるフランをお風呂に入れるために捕まえようとしてる感じです。そういうことはちゃんと最初に説明してくださいよ。お前の編集ミスだろ。ってことで、第2ラウンドは VS メイリンですね。あら、さっきので終わりじゃなかったのか。多分原作通りメイリン、パチェ、ベミリアのボスを突破するとフランにたどり着けるんじゃないか？なるほど。ならサクッとメイリンくらい突破してフランにたどり着く。ハイパチュリー戦までやってきました。ちなみにこれテイク2ではなく3です。そう言わなければバレないのに。ゲーム内では昨夜が濡れ衣を着せられてますね。自分も小学校の時にクラスの女子がこぼした水を自分が雑巾で拭いてたら自分がこぼしたことにされて給食の時間中ずっと怒られたことあるよ。雑巾だけに濡れ衣ってか？あっはっは、クソつまんねえ。というか、ゲーム画面だけだとわからないけどこれスマホを傾けて操作するから難しいんですよね。あ、指でスライドさせてるわけじゃないんだな。お前レースゲームやると体も一緒に動くタイプだしいいだろ。逆に他の人は動かないの？動かねえよ。お、ついにレミリア戦だな。まあやることは変わらないんだけどね。今度は昨夜がフランをいじめたことにされてますね。自分中1の時合唱コンクールで副リーダーは決めなくてもいいんじゃねって言ったら副リーダーやりたかった子に泣かれて悪者扱いされたことあります。それは確実にお前が悪いな。そんなんだからモテないんだよ。強くも言ってないし泣かれるとは思わないやん。女心は繊細なんだよ。てかなんでさっきからしょうもない思いで掘り返すんだよ。ってことで、ここをゴールしたら全クリですね。あれ？でももう残り5秒だぞ。え？やばい、間に合わなかったらさらに編集が大変になるからなんとかクリアさせ、危なかった。おい、今本音が漏れ出てたぞ。いやー、この動画ノリで作ったら結構編集が大変だったからさ。計画性が皆無すぎる。てか不安で思い出したけど早くフラフラ冒険の続きだぜ。はい、というわけでね、投稿が遅れてすみませんでした。何気に1週間動画でなかったのは20日もな。テストも終わってまた動画で始めると思うので、よかったら暇な時にでも見に来てください。まあ赤点取って補修で忙しくなるかもだけどな。演技でもないこと言うな。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。